昨日まで、現場の原子力に対策を反対するために指揮した NNN さんの方から報告をお願いします。お集まりの皆さん、ご苦労様です。ご通行中の皆さん、目の前のこのビルの9階が関西電力高浜原発を昨日再稼働しました。私たち全体で100名ちょっと、東京からは20名になりましたが、昨日のこの報道の中身をちょっとご報告して、合わせて高浜原発がどういう点で大問題だという点をこう話をされます。まず昨日は火曜日、関西の人たちが東京からも20名ほどが参加して120名ほどでの抗議と再稼働措置の理解をやりました。今日は実に盛りだくさんで、朝一番に町役場、高浜の町役場へ行って拾わせたら、お昼間にまでには高浜町内をアメーバーでもずっと拾わせたり、そして午後はその原発のゲート前で約何時間しっかりと再稼働の抗議、こういう状況でした。かなりハードな行動でした。高浜の町役場は朝始まるのが早くて、7時半から8時になったらコンビニ入っちゃう。ですから地元は新聞記者からは8時半から出されてないのに外の中に入っちゃうなと、そういうことで私たちも朝ちょっと早く起きまして、7時から8時まで一生懸命玄関で目の前に来てたら、実はみんな全く意味が情報で裏の方から入るで、思ってドラマされてみたら、なんとかじゃあ、ガンも半分ぐらい一緒になって、両方で引き下げなくなったんです。私たちは伝えました。町の役場、役所の任務は何ですか。住民の命と財産、健康を守ることでしょう。もし原発が大惨事を起こったら、皆さん、一回少しないと出てきてください。みんな、町の役場も構成をならなくて、一緒に住民たちに逃げ出したり、そういうことを招かないためにも、高浜原発はぜひやめる、やめるのが安心状態である、こういう話をお伝えまして、300人ちょっとの町の役場ですが、すごく立派な町役場で、とても町の役場だと思えない立派な原発マネージャーの役場ですけれども、私たちはしっかりそこで行きたい。でその後は町内みんなでアメーバデモに行きまして、アメーバデモというのは5人1組くらいですね。旗を持った人、マイクを持った人、そちらを配る、この5人1組くらいで町内の水筋をずっと入ってそちらを巻いてた。もうすでに2年間で90回近くわずかの年間と考えたいと思います。お姉ちゃん、ですから、原発の城下町でしたが、この10年前の私の観光の大山工房の跡を使って、さらに5分の17日で使いました。原発でいっぱい働いてて、そこから若者の夏というのがありました。同時にこの人は同じく不安も心配も持ってるんですね。もし事故を起こしたら家族はどうなんだろう、そういうことも含めて原発に対するみんなの心を盛り上げる、そういう我々の原発を考えるための企画を党内に言われました。その後公園に集まって高浜原発のゲーム前までみんなで報告をして、そこで原発の対策を反対、こういう声を上げました。私たちのこの対策は120名ぐらいですけれども、これに対して目の前に20だか、私たちのグループとりの方、計画の方は100人を超えてましたね。大型の車両も4両、今はもう10台以上ですね。水面に行って消防行ってるじゃないですか。なんでなかなか一つの企業のしかも再稼働のためにこんなにたくさんの税金と経費を使わなきゃいけないのか、非常に疑問に思いました。
攻撃がありますが、私たちはそこで万難企画をしっかり訴えました。今回は若い人の憲法が書かれまして、その人たちが初めてのマイクを握ったり、コールをしたり、なかなか結構な周りが警備員と警察官が乗るという中で、結構大きな集会ができました。当然で昨日1日は関西の皆さんと一緒に高浜町内、高浜町役場、そして関西電力の高浜原発の前、門口が目の前に並んでおります。本当に私のここからですね、あの辺のビルを合わせる原発が門口から見える、そういうところでの放送をやりました。最後に高浜原発がなんで私たちが反対しているかという点を簡潔に投票を始めます。第一は原発なくて電気は大丈夫か、これは東京で皆さん感じてるでしょ。もう5年、6年半経ちますが、東京県、この民主党、なんと一つの原発電気はないですね。つまり原発なくても電気は大丈夫、これが政治です。その上で関西電力は実は安全に対して非常に弱い会社なんですね。この間台風が来てクレーンが倒れました。倒れた先がそのままではないんです。燃料、核燃料の高度なんです。福島原発の時4号機がもし事故ったら東京にはみんな逃げ出さないかなって、みんな慌てて原発なんかがみんな逃げ出した、あの4号機、核燃料プールの上にドーンと落ちた。しかもこの後の対応が非常に悪いので、滋賀県や京都府なんかは関西電力の報告、これに対する今後こうしますという報告が非常に不満だということで、大河道に行くとして言ってません。そういう中で高浜原発は西に対しても非常に弱い、西に対しては非常に弱い、これを大きい地震が起こすという面にしますと、原子炉やこの発生し何百億円とか余分にかかる、それを避けたいということで原子炉の非常に小さな風車が出ている。しかも逃げられない、あそこにはあんな狭いところに高浜だけで4、そしてその隣の町に大井原発が3、さらにそのここには三浜原発が、こういう形で、その他に文字や区限が、あの狭い若者は、15も原本があるというんですよ。どっか一気が、もし大事故を起こして、放射能が漏れ出したら、逃げ出したらいませんよ。ちょっと、この辺も、この辺も、みんなダメになる。つまり、集中力というのは、これほど心に、原点では、日本の原発、北浜の、あの若さのところには、大変大きく、原発が連結して、そのことも申し上げたいと思います。従って、言えようと思っても原発の前を通って、どんなのかという原発の前を通って通らない、逃げられないという、こういう感じの状況になる。でも、自衛官と早く来れるのでは、なかなかこうはならないというのは困難です。逃げれば、また戻れる。僕はこれない半分以上も持てない人が実際に今述べましたように、高浜原発は地震に弱い、防災に弱い、持ってたくさん水平としてるから、15基もあるから、高浜だけではありませんから、あるから、そして集中にこういう問題もいっぱい抱えております。私たちが関西でしっかりこういう行動をして、そして明日は、つまり今日のこと、今日は東京のみんなが頑張って関西電力に幸福になる、こういう話をしまして、みんなからかなり大きな期待の拍手がありました。そういう点で、この東京の関西電力の放送者でもしっかり連帯したこういう行動をする、このことは大変大丈夫です。大事なことです。昨日も東京のみんなのグループがやられましたけども、今日のこの行動を関西と連帯して一緒に関係しても高浜原発を止めよう、そしてこの後に続く大井原発の再稼働を止めよう、そういう最初のもろつの人として一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。以上、昨日夜遅く
パナマから帰られた柳田さんのお話を伺いました。このように対策を組むネットワークでは、原発現地へ行ったり、それから東京でもこういう抗議をやってるんだということを、この関西電力の人たちに知ってほしいと思います。で、今も言いましたように、もし関西電力がこの集中する原子力側でもって事故が一旦起こったら、県政府はどっちに行くと思いますか。今我々の前は風が吹いてますけれども、福島の時には最大にして、風のほとんどが海の方に流れます。しかしですよ、もしこの福井の原発で事故が起こったら、この風や日本列島そのものに流れてくるわけです。したがって我々が受ける被害というものはもう福島の日ではないと、どういうことを放置した上であなたたちは対策をさせようとしているんですか。だっていうことは言わない。それでは今日も最高元気よく一つ五十嵐さんお願いします。それでは続いてシュプレッシュコールを岸田さんお願いします。